にチュー、喧嘩の後はほっぺにチュー、喧嘩の後はほっぺにチュー、けどちょっと恥ずかしいっていう歌を歌ったらみんなが歌って、そしたら喧嘩してる2人が笑顔になっちゃって、喧嘩を取りやめたっていう場に出くわしたことっていうか、まあ自分が歌ったらそうなっちゃった光景を目の当たりにして、やっぱ音楽ってすげえ力持ってるなって感じてた時に、中学のクラスメートからバンドやろうぜって誘われて、その時はそんなに音楽好きなわけでもなかったんで、何も取り柄のない自分だったから、やってみようかなと思う軽い気持ちで始めたんですよね。それでまあ演奏するようになって、ライブするようになって、少しずつ楽器が弾けるようになって、そういった時にやっぱり人より目立ちたいなという気持ちはあったから、人と違うことすることがどれでもどんだけもでもやっていい場所なんだなっていうのを、やっぱりライブで自分を出す、自分を表現するっていうことが必要な場所に、自分の目立ちたい精神がやっぱりマッチして、自分の居場所なんじゃねえかなって思ってのめり込んでいきましたね。同じ下に近いんですけど、高校の時にあの付き合った彼女が1年間海外に留学するっていうことになっちゃった友人カップルがいて、彼らの遠距離恋愛を応援する歌を書こうと思って、作って歌ってあげたら、まあ彼らも喜んだし、周りもすごく評判になって、ああ自分の作品を作ってるだけなのに、それが人のためになるんだなってことを初めて実感したことがあって、それでまあ自分で芸術性高めていくことが常なんだけど、高めていくことで人も幸せにできるんだなっていうのは本当に素晴らしい芸術だなって感じたんですよね。高校卒業して、あの実は介護の専門学校に行って、介護の仕事に就いたんですけど、いろんな体の不自由度のレベルがあって、物を食べれずに管だけで栄養を取る人もいるし、そういう人ってもう話すこともできないし、そうじゃなくて、手は動く人には風船でバレーボールするとか、いろんな遊びがある中でもやっぱりその自分の体のレベルに応じて遊べるものって限定されちゃうんですけど、慰問で音楽が来るとどのレベルの人もみんな聴きに行きたい、聴きに行きたいって言って、あやっぱりこの音楽という芸術は世代も超えるし、やっぱりメロディーというものが持ってる特権なんだなって、他にいろんな芸術あるけれども、いろんな考えを持った人でもやっぱりメロディーの影響っていうのは受けるし、気持ちよくなりたいって言って、いろんな人を一つにできるんだなってすごくその現場で実感して、それで俺介護やってる場合じゃねえなって思って、仕事を辞める決意して音楽一筋に行くってことを誓ったましたね。自分の思いを歌にすることもやってきたけれども、今はそれ以上に必要とされている場所に歌を書いていくっていうことがことに興味がありますね。僕は八王子駅でストリートライブやってたところに、偶然に通りかかった江戸東京野菜を盛り上げたいという団体の代表の方が声をかけてくれて、で江戸東京野菜のことを僕に話してくれたんですけど、そこで知りました。皆さんが普段食べているスーパーで売ってる野菜は品種改良がされていて、それはやっぱり人間都合に合わせて、改良されてきた部分がありまして、例えば旬の時期を長くするとか、段ボールに収まりがいいように、同じ大きさに揃えるとか、あとはちょっとの、台風が来ても茎が倒れないように茎を丈夫にするとか、そういうふうやっていくことでね、みんな、もともと持ってる野菜の個性が失われた野菜を食べているってことを知りました。だけど江戸東京野菜っていうのは江戸時代から、種を一切、混ぜることなく、ずっと一つの種を品種改良せずにずっと守り続けてきた野菜があるって知って、でもやっぱりそういう野菜は作り手に負荷がかかるんですよね。集
旬の時期は短いから生み出すのもその時期しか生み出せないし、箱に収まりが悪いから運ぶのも大変だし、箱に詰めるのも大変だし、また茎も弱いから、ちょっとのことでせっかく作ってきた1年間ずっと作ってきた旬の時期に差し掛かる前にちょっと台風が来れば今までの活動が全部水の泡になってしまうし、だからそんな野菜たちを作る人がどんどん減っているっていう事実を知ったんだよね。でもやっぱり江戸時代からずっと受け継がれている野菜があって、でもやっぱり大量には作れないし、旬の時期は短いし、たくさんの人が食べるスーパーに、商品として置くというところではすごく、それで生産者が食べていくには難しい野菜なんだと思います。だからやっぱりロマンがあると思うんですよね。江戸時代からずっと変わらないものが現代に引き継がれてるっていうのはタイムカプセルだなって思って、もしもこの野菜がこの世からなくなった時にどんだけ影響があるのかは実際まだ想像もできないし、わかんないし、実際食べてる人もそんなにいないわけだから、でもやっぱりなんか受け継がれてきたものを持っていきたいなっていう、僕にその話してくれたその人のロマンはすごく自分も同じことを感じたし、だから江戸漬け野菜作ってる人を応援したいなと思って作った歌です。まあそうじゃなくても、俺も実は音楽家になりたくて東京に出る前に果樹園でバイトしてたことがあって、で毎年無事に収穫の時期になると、やっぱりよかったね、1年よかったねって言って胸をなで下ろして収穫が終わった時期にお祭りをする、そういった果樹園と3年ぐらいずっとバイトして、でやっぱり台風が来るとせっかくあと1日早く買っとけばよかった、収穫しておけばよかった柿が地に落ちて、梨が地に落ちて、辛い思いしてる果樹園のオーナーたちをやっぱ見てきて、農業って大変だなっていうのが自分の実感としてもあって、だからまあ江戸東京野菜だけじゃなくて農業生産者さんが持ってる辛い思いをみんなで分かって、無事にみんなの口まで届いた野菜に感謝するってことにとみんなが実感できたらいいなと思って、そんな思いを込めて作りました。まあ、この歌をたくさんの人に知ってもらいたいし、まあ、それなことを望んでもたった望みじゃないぐらいすごくいい歌に仕上がったなと自分で思ってます。まあ、聴いてるだけでも気持ちよさはあると思うんですけども、実際歌ってみる、演奏してみるっていうことをすると歌の面白さはもっと感じれるんですよね。まあ、歌う自分に酔いしれてほしいし、音楽の一部になることの気持ちよさを知ってほしいです。まあその授業を2回僕講師として行かせてもらいますけども、歌い回しメロディーの作り方なんかをね、みんなでディスカッションした時にいろいろその人の考え方に僕も触れれると思うし、みんなってどんな風に生きてきたのかなっていうところでいろんなことを感じ合える時間になると思ってます。まあ僕とみんなはね年代も違うけれども、一緒に歌作ったっていうことを通して、その思い出をね心にタイムカプセルに閉じ込めて、僕もこれから頑張ってずっと音楽はやり続けていくし、いつか有名になりたいなとも思うし、イサミとあの時あんな歌歌ったよっていう楽しい思い出のタイムカプセルが一つ残せればと思っております。つってもね、あんまりたくさんの人が参加してもね、僕も回せないと思うので、それなりの人数の参加を期待しております。一緒に思い出のタイムカプセルを
作ろうぜ。待ってまーす。エロ東京野菜。